皆さんこんにちは、 MC のあまりです。この番組は各界で活躍している方々にお越しいただき、仕事の裏エピソードや自身の経験談をお聞きして、それらを化学反応させてお届けする番組です。本日のテーマは新たな働き方、副業のパイオニアたちということで、こちらのお二人にお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ロート製薬 の会長をしております山田でございます。ロート製薬というと皆さん、まずロートロートという歌とかですね、はい、まあ鳩とかいうイメージがやっぱり強いと思うんですが、あとはやっぱりね、目薬というのが印象に強いと思うんですけど、まあもう創業今年117年になりまして、私 の曽祖父が始めた会社なんですけども、はい、まあ、そんなんでなんとなく会社をやることになりましてでは続いて庄野さんお願いします。はい、ハピキラファクトリーの代表取締役をしております庄野と申します。よろしくお願いします。ハピキラファクトリーは、まあ、地方にあるパッケージがダサいんだけども中身がいけてる商品っていうのを発掘してきて、それをまあ可愛く女の子目線で、まあ、プロデュースしてそれを発信していくことによって地方が元気になってくれたらいいなという思いで会社をしております。なんとお二人の共通点はですね、この副業という言葉なんですけれども、はい、この副業はロート製薬にとってどのような今存在になってるんですか？実はまだスタートした制度としてはこの今年からですね、はい、スタートしたところで、まだまだ今からっていうことなんですけど、やっぱりよくよく考えると一つの会社の仕事ってなかなかこう幅も限られてるし、はい、その会社以外の部分の経験をもっと広げたいと、うんうんうん、それはもちろんボランティア的に、ね、できる部分もあるんですけれども、場合によってはその事業にも携わって、はい、いけるようなそういうマルチな働き方がしたいという、そういう、ちょっと若手の社員さんからの声もあったのと、僕自身も、なんとなくね、そういうこれからの時代の働き方みたいなのを、はい、考えてたこともあって、じゃあそれならやってみようかということで、今に至ってるという、そういう感じですかね。なるほどですね、ありがとうございます。じゃあその中で、はい、ソニーさんというこちらも大企業の中 で、うんはい、で学生時代に立ち上げたこの、はいハピキラファクトリーさんのものをやっているというところで、はい、そのご自身、庄野さんご自身で副業というのはどういうふうに今状況としてはなってますか？私もともとハピキラでやってきたことって、はい、地方にある実は素敵なんだけどみんなが気づいていない、あるいは環境的にみんなに気づいてもらえないってところに眠っていたものを、人だったり環境と組み合わせることによって輝かせるっていう仕事をしてきたんですね、はい、でそれと実はソニーの仕事ってすごく似ていて、ソニーの中に隠された基礎技術とか技術ってめちゃくちゃあるんですよ。まだ製品化してないんだけれども、いやこれ製品化したらめっちゃいいでしょみたいな技術がいっぱいあるので、それを発掘してきてそこに合う人だったり環境というのを組み合わせて新しいビジネスを作っていくっていうのをお仕事をさせていただいているので、そういった意味ではハピキラもソニーもやってることは一緒というかつながってるなという感じはあります。ありがとうございます、はい、さあそんなですね、副業にというですね共通のワードを持ったお二人にですね、早速今回のテーマを言ってみたいと思います。そういうのあるんだ、はい。これちょっと今会長にもお話しいただいたものにつながるんですけど、副業解禁に至ったきっかけは山田さんの経験の中、体験の中でそういった副業に対してやろうと思ったきっかけとかってありましたでしょうか？そうですね、企業の、ね、トップって意外に副業やってるんですよね。そうなんだ。例えば経済団体のお仕事とか、業界の仕事とか、はい、本業に関係があるといえばありますけど、一種の副業でもありますよね、はい、だから、よくよく考えるとこう会社の以外のことも自分自身は割にやってるなっていうこともあるのと、
それからまあもう一つ大きな推進要因というかきっかけになったのはやっぱり東北の震災の時にですね、まあうちもまあ結構その震災の復興の活動っていうのをやってたんですけど、やっぱりその現場でこう活躍されてる方っていうのがですね、もう本当にその自分の仕事、まあ中にはもう自分の仕事をもうやめて入ってこられる方もあったりなんです。でもまあ自分の仕事はやりながらその現地でいろんな活動をされてるっていう、まあそういう方々とまあたくさん会うチャンスがあって、はい、やっぱりこういう生き方、働き方というか生き方が素晴らしいなというふうにまあ思ったっていうのもなんかその自分の中でイメージが膨らむきっかけになったというふうには思いますね。社外で頑張る人のエネルギーをかなり感じたということですね、うんうんうん、はい、続いて庄野さんに中心してお伺いしたいんですけれども、はい、これですね、副業という働き方を選択した理由は、私ミレニアル世代と呼ばれる、まあ、世代なんですけども、ミレニアル世代の働き方とか生き方の価値観って自分たちの親世代、親よりちょっと上ぐらいのバブル世代って、仕事とか家族とか、まあ、友達とか趣味とかいろんなある中で、はい、仕事に 120% 力をかけて120点取れたらそれで人生も成功だよねって思う世代が、はい、まあ、上の世代にはもちろんいたんですけれども、私たちちょっと考え方が違くて、はい、仕事も家族も友達も趣味もそれ以外の好きなことも全部それぞれ70点でもいいから人生全体としてバランスよく楽しく生きていくことが人生120点だよねっていう考え方をする世代なんですね。でそうなった時に、私って人よりも仕事ってものにかけられる時間は短いんじゃないかなって、まあ、漠然と思いましたと、家族とか友達と遊びたいし、全部の肘を一緒にするとっていうことですよね。そうです、そうです。ってなると、まあ、時間短いと。だけど自分の性格考えた時に、じゃあお友達とハンバーガー食べに行きました、アボカドトッピングしますかって言われたら絶対します、300円って言っちゃうタイプだし、まあ、つまり人より短い時間でいっぱい稼がなきゃいけないんだなってことに気づきつまり自分の1時間あたりの価値を最大化するにはどうしたらいいのかってことをすごい考えてたんですよ。でその時思ったのが、まあ、ファーストワンかナンバーワンかオンリーワンかみたいな話で、ファーストワンはまあこんだけ人類の歴史あるし無理じゃんと思って、でナンバーワンも私結構ゆとり世代なんで一生懸命一つのこと頑張るの苦手だから無理だなと思って、だったらオンリーワンの存在として頑張ろうっていうのをなんとなく思ったんですよ。でもその私たちの世代ってすごく学生企業が流行ってる、そうですね、はい、年代なので、女子大生起業家とか大学生社長とかって当時めっちゃいて、それだけじゃなんか自分の1時間あたりの価値が最大化しないなと思った時に、うんちゃらうんちゃらうんちゃらなのにベンチャーの社長っていう掛け算でオンリーワンの存在になれないかなっていうふうなことを考えて、でその時にうんちゃらうんちゃらうんちゃらに入るのはみんなが知ってる大企業で、え、そんなところでそんな働き方できちゃうのマジって思ってもらえるようなところに入ったら、自分は短い時間でハンバーガーにアボカドもトッピングできるなと思って、で副業っていう働き方を選択しました。なるほどですね。まあ、僕は逆に今はね、副業は一部の人のまだまだオープンにしたっていう段階なんですよ。まあ、結構な割合の人がもうそんな当たり前という時代にやっぱりこれからはなった方が、ね、やっぱ面白いし、ね、ね、で一人一人のアウトプットが高まれば、それは全体としてのアウトプットというかね、高まるので、そうでしょうね、やっぱりそこは非常にやっぱり面白いなっていうふうに、ね、うん、今思いました。うんうん、私もなんかその絶対副業しろっていうふうに思ってるかっていうとそうではなくて、一つのお仕事でやりたい人はそれはそれでいいなっていうふうに正直思っていて、私これビュッフェキャリアって呼んでるんですけど、なんかホテルのビュッフェに行った時にカレーだけ食べたい人はカレーだけ食べてるのが幸せだと思うし、カレーもパスタもデザートも食べたい人は全部食べればいいし、でもお腹いっぱいになっちゃうと食べれなくなっちゃうからそこはバランス取んなきゃいけないしっていうぐらいの気持ちで、働き方とか生き方もみんな選んでいける世の中になったらいいのになって思ってます。ありがとうございます。なるほどですね。今山田さんと庄野さんのお話をお伺いしてきました。もう年代も性別も大変違うのに、働くことは生き方だというふうな、うん、同じような共通点が見えてきました、うん、なのでこの働くというのは変わり続けている社会だと思います。これがどのようにですね、社会にとって
個人にとって選択肢が増えていくのか、これからのお話とっても楽しみになってきました。